リンゴ売り、声を枯らしてリンゴ売り、きっと誰かがふざけてリンゴ売りの真似をしているだけなんだろう。僕のテレビは寒さで画期的な色になり、とても醜いあの子をぐっと魅力的な子にしてすぐ消えた。今年の寒さは記録的なもの、凍えてしまうよ。毎日ブブブブ氷の世界。誰か指切りしようよ、僕と指切りしようよ、軽い嘘でもいいから今日は一日張り詰めた気持ちでいたい。小指が僕に絡んで動きが取れなくなれば、みんな笑ってくれるし、僕もそんなに悪い気はしないはずだよ。流れていくのは時間だけなのか、涙だけなのか。怖いんじゃないの。 Oh my